私の家族の物語を映画にするんです。夢を持っている人は本当に素敵です。頑張んなきゃ。花子さんなら大丈夫です。俺も頑張ります。返してもらえないでしょうか。これ業界の常識なのよ。家族の映画諦めるんですか。そんなわけないでしょう。クソ意味不明に舐められるのは許せない。じゃあ俺もです。お前も少しはアクセルをビュンしてみろよ。本気やだ。どうすりゃいいんだよな。一旦整理したい。長男だから。俺が長男だから。負けませんよ私は。若いっすね。ふざけんな。嘘ばっかついてんじゃねえや。っていうか花とは付き合ってる。好きです。俺だった。